沖縄の民謡を歌わせてもらってます木杉京子と言います。今回の震災で本当に一日も早い復興、元の生活を戻られることを心より願っております。微力ですが、音楽を通じてお役に立てるように頑張っていきたいと思います。私たちも頑張りますので、ぜひ頑張ってください。もういいですか。自分に何ができるんだろうと、日々そのテレビを見て心を痛めてますが、今回の、被災された方は、さらに阪神・淡路大震災のように、さらに大きな復活があるということを信じて、私たちも本当に微力ですが、その自分たちで与えれるものが最大限に生かせれるように、子どもたちと力を合わせて届けていきますので、どうか心が届きますことを祈って、一人じゃないという気持ちで頑張っていきます。